米朝会談の日にちと場所が正式に決定したことを歓迎したいと思います。この歴史的な米朝会談によってですね、核問題、そしてミサイル問題、何よりも重要な拉致問題が前進していく、そういう機会となることを強く期待したいと思います。これからこの米朝会談に向けて準備がさらに進んでいくと思います。その準備において日本側の考えをしっかりと米国に伝えながら、米国とともに準備を進めていきたいと思いますし、またトランプ大統領とも電話等を通じて綿密に連携を取っていきたい、そしてこの米朝会談が成功し、北朝鮮に関わる諸問題が解決するよう日本としても全力を尽くしていく決意であります。そのためにも何よりも日米韓で、あるいは中国やロシア、国際社会としっかりと連携していくことが大切であろうと思います。その中で日本もしっかりとその役割を果たしてまいります。